っくりと隊列を整えていき、今最終コーナーを立ち上がるところ。さあスタートは切れるのでしょうか。さあスピードを合わせて、
ここではバトルはありません。さあしかし後ろから着々と狙っている今、ホラシがたまらず後ろを振り返る。さあ高井は3位単独というような形ですが、その後ろ4番手争いは経験小沢と山口というような。でデビュー戦を飾っております。緊張で頭が真っ白だったらしいんですが、そんな様子も見せないような走りでした。出場資格最年少の13歳での全日本初優勝を取っています。山越喜友、現在は5番手の走行。67番、62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 番、